ロイヤルネイビー所属の従順ドレイクよ。私のことがわからないというのなら、私の 9.2 インチ砲がこれからの戦いで分からせてあげる。あんたが指揮官か？なかなか骨のあるやつね。ロイヤルネイビー所属従順ドレイク、今日からあんたの艦隊に加わってあげる。念のために聞いておくけど、出撃はもちろんさせてくれるわよね。さあ来たわね。今日は何から始める？作戦を考えるのもいいけど、先に出撃してもいいわよ。すべての偉業には始まりがある。しかし最後までやり続けなければ真の栄光はない。というわけで引き続き頑張りなさい。艦船は装甲と兵装、つまり火砲と魚雷で武装する。人は胆力と知力、つまり見識と知識で武装するってわけね。マナーとかセレモニーとか嫌いではないけど、シンプルに越したことはないわよ。ジュースよりこう朝露の滴る生の果物がいいわね。あんたもそう思わない？はっきりしてる人とは気が合うわよ、あたし。あんたも言いたいことがあればはっきり言いなさいな。ふーん、あんたいい度胸じゃない。地道な任務をやるなんて私らしくもないね。これどんな報酬がもらえるか確認してみない？任務報酬はまあまあいいけど、こう報酬をもらうだけじゃなんか物足りないわね。手紙よ。お宝の情報が舞い込んだりするとかない？作戦お疲れ様。新鮮な果物、ぶどうでもどう？ちゃんとキャッチしてみせろよ。それ軍事委託とかで地道に配給物を調達するより、敵から物資を奪った方が。なんでもないわ。手法がもっといい感じに響くようになったじゃない。よし、派手にぶちかますわよ。勝利。まったくいつだって愉快な気分にさせてくれるわ。今日の屈辱絶対に忘れないからね。そっちも覚えていなさい。手は抜かないわ。やってくれる。わざとじゃなければ数回ぐらいは見逃してやるけど、あんたがこのままヘマし続けるならぶっ飛ばしてやるわよ。戦いは何でもあるよ。正々堂々でも絡めてでも、勝った方が正義を語れるわ。そういえば指揮官って栄養公開、もたい、冒険に興味ある？ちょうど仲間を募集しているところなの。興味があるならお宝でも未開の大地でも何でも狙ってみるつもりよ。二人っきりで出かけるのはいいけど、ご近所ってのが多すぎない？母校や周りの海域ばかりで。正直こうしていてもドキドキしないし、次からは私がもっと遠い場所に連れてってあげる。なるほど。あんたにとっちゃ場所なんてどうでもよくて、
私と一緒に出かけられさえすればどこでもいいと。ちょっと待ってあんたもしかして。あんたも変だと思わない？こう、心奪われたでもなく、悔しいでもなく、ただただ恥ずかしいって気持ち。もうあんたのせいで私らしくなくなったじゃない。別にこんな気持ち嫌いじゃないけどさ。ねえ、分かってくれる？火砲と魚雷をできるだけ強く、装甲を厚く、機関を強力に。したかったのかもしれないけど、さすがにコストがあだになったわね。ライムジュースでもどう？まあ新鮮な果物はいいけど、遠洋航海に備えて慣れておくのも必要よ。日が昇っているうちに何してるの？あんた。なるほどね。愛している相手に愛されるってのはこういう感じね。相手を奪いたいとか独占したいとかじゃなくて、ドキドキして安心してちょっと変な気分。そして泳いでもあまりすっきりしないわね。あんたもそこで見てないで、私と一緒に泳いでちょうだい。泳ぐのにいい場所と聞いたのに、まさか海辺ではなくただの露天プールだなんて。まあ時間を潰すだけならここでもいいか。人工ウェーブって？思ったより楽しそうじゃない。どれほどのものか見せてもらうわ。もうそんなにじっと見ないでもらえる？こっちまで変な気分になりそうじゃない。この程度の波であたふたするなんて、このまんじゅうまだまだ修行不足ね。まだちょっと足りない感じかな。もうちょっと泳いでくるか。ちょうど肩が凝ってたの。あんたうまいじゃない。汗をかいたからこの冷えたスイカも美味しいに決まっているわ。あんたが食べないなら一人で全部いただくわよ。あんたも変だと思わない？こう、
心を奪われたでもなく、悔しいでもなく、ただただ恥ずかしいって気持ち。もうあんたのせいで私らしくなくなったじゃない。別にこんな気持ち嫌いじゃないけどさ。